8日に行われた決勝で藤枝順心は東京都の十文字を1対0で下し、日本一の栄冠を手に入れました。優勝報告会では北村昌平藤枝市長が、新春から大変な勇気と感動をもらいましたと語り、優勝を祝福しました。この後、花束や記念品の贈呈が行われ、集まった市民が選手たちの健闘を称えました。三宅怜主将は集まった人たちにお礼の言葉を述べました。2年ぶりにこの優勝旗を藤枝に持って帰ってくることができ、やっと藤枝の皆さんの前で日本一を報告できることをとても嬉しく思います。ピッチに立っている選手だけではなく、スタンドにいる選手、そして保護者の方々、学校関係者の方々、そしてこの藤枝の町の皆さん、すべての方たちの力のおかげで勝つことができたと思います。せーの。最後に選手たちはおなじみとなった純真ナンバーワンコールを行い、全国制覇の喜びを市民とともに分かち合っていました。